足立区の自慢の公園一つに絞りました。今回は勝負沼公園について説明していきます。このように勝負沼公園には小さな子供も楽しめる遊具があります。他にも洞窟のような空洞があり、近くから小さな滝が見れます。高さおよそ4メートルの滝から流れる川や川を渡るための橋もあります。今は咲いていませんが、ここに5月頃には4800株の花菖蒲が咲きます。このように勝負沼公園にはいろいろなものがあります。他の公園もいいところなので、ぜひ足立区に来てください。